亀梨和也、カトゥーン、と宮舘涼太、スノーマン、栗山千明、ドラマ、ウォークで女性たちの頂点、松島の局役視聴者に嫌われる覚悟で挑む。フジテレビの木曜劇場、ウォークに、栗山千明が出演。ウォークの女性たちを束ねるウォーク総取締役、松島の局役に起用された。本作では、江戸中期を舞台に、第10代将軍、徳川家春をめぐる女性たちの熾烈な戦いが書かれる。小芝風花が家春との政略結婚を強いられる智子に扮し、亀梨和也、カトゥーン、ガイエジ、西野七瀬と森川葵が智子の付き人、押しなと落ち穂、宮舘涼太、スノーマンが白川藩藩主、松平定信を演じる。松島の曲は、公家の娘で家春の教育係だったが、将軍付き上郎を年寄りになり、大奥総取締役にまで上り詰めた実力者。大奥総取締役は幕政を司る老中の人事にも口出しができたそうで、当時のキャリア女性のトップ中のトップにあたる。